やいやいやいや、いいですね、相変わらずここ宮若のね、川のほとりどこって言うんですかね、ちょっと分かりませんけど、ここめっちゃ大好きなんですよね。後ろに警察がいなければですけど はい、皆さんこんにちは、ゆざのいです。ブラブラしてます。非常に素晴らしい景色と気温、それはバイク乗るでしょうというね、日でございます。後ろに警察がいなければねなんだあいつ、ずっとついてきやがってよ、本当に。力丸ダム行くか、このまままっすぐ福岡に抜けるか、どうしよっかな。来んなよ、よしはい、ということでね、じゃあとりあえずね、力丸ダムの方に行きましょう。この辺の道マジでさ最高なんですよ。このね、すごいこののどかな、こうなんだろう、今から田舎に帰りますよみたいな感じのさ、この感じやばくない、ここ。まあ今日はね、もう本当に目的はないんですけども、まあ行こうかなと思ってる場所いくつかあって、一つは、まあこの力丸ダムもそうなんですけど、屈斜にプロショップ福岡さんも行きたいし、でその足でね、鹿の島行こうかななんて思ってるんですけど、まあちょっとどうしようかなって感じですね。気温が18度ぐらいで思ったより寒いんですよ。なので寒くて慣れたら帰ります。まあそんなもんなで、ちょっとね、今日一日ブラブラっとしようと思います。よいしょ。はい、ということで、ちょっとね、あの看板わかりますかね、こっちが力丸ダムですね。でちょっとね、今カメラの調子が悪くてね、止めてちょっと今チェックしました。相変わらずね、 GoPro 君はね、まあ、いつも通りということなんで、まあ、ちょっとついでにちょっとここで軽くね止めて、でまあすぐ福岡方面にね走ろうかなと思ってます。少し水が少ないですね。ずっと晴れが続いてたからちょっと放水したんですかね。はい、じゃあ帰りに行く。またうんこ、おい違うやんこれちょっと待って、これはこれあダメです、これは売ってないやつです。はい、今力丸ダムを越えて、で焼山道っていうのかな、まあそこを走ってるんですが、非常にね、こうヘアピンが多くて一見楽しい道なんですが、見ての通りこの直線ですら縦溝が置かれているので、非常に不愉快な感じです。これバイクはもう通らない方がいいぐらいずっと縦溝なんですよ。めちゃめちゃ気持ち悪いです。もうなんかまっすぐ走ってるのに、こうハンドルがふにゃ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 ってこう右に左に取られるんですよね。なのでまあ効果としては絶大なんでしょうね、走り屋対策というか。だけどこの普通に走る人たちにもすっごい怖いです、これ。幸いね、後ろの車が詰めてこないからいいんですけど、これ先頭なんか走った日にはもうバイクは地獄ですね。怖いですこれね。タイヤ変えたとはいえ、あ、やっと終わった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 ら楽しい縦溝終わったら楽しい、この道を。だけどこの笹栗線、非常にねこう山奥で気持ちいい場所なんですよ。だけどそっちに集中できないぐらいずっと縦溝、まあこれ地元の人はねよく知ってるんでしょうけど、これはちょっとあんまり通りたくないなって思いました、僕バイクでは。あー、ようやく普通のいい感じの道になった。いい道ですよ。おー、なんか新しい道路ができてるじゃん。高速ですかね。あんな高い位置ってことは高速だろうな。高速じゃないのかな。
へえ、すごい。あれ道ができてんのか、あれパーキングかなんか作ってんのか。さあこのまままた笹栗を抜けてね、下町の方に行くのかな、これ多分40分ぐらいかかりますけどね。あれ米の山ですね、僕が散々苦しんだあの米の山、米の山が左手です。笹栗を越えてくるとこんなところに出てきましたね。もう一回行きたいと思いませんねあーでもハンターカブとかで来たらいいかもしれん。いやーよくないな行きたくない、やっぱりこういうさ海苔麺ね、子供の頃めっちゃ好きだったんですよね、こういう海苔麺が。わかりますかこれ、伝わる。こういうところにあの段ボールをね1枚持ってきてよく滑ってましたね、子供の頃やってましたか皆さん、そういうこと。こう今の子たちってそういうことしないだろうね。おー、あ、米の山から見える街並みですね、あれ多分前見た時にうおーなんだあれってこう思いながら見た記憶だけはありますけど。おー、いいカーブだねここは。左方向、これを左、これを左だそうです。よいしょ、また変な道にこれ連れていくね。こういうナビのこういうとこ嫌いなんですよね、これちょっとよくわからん、なんだろう、抜け道みたいなので1分2分を短縮するっていうあのスタイルが嫌いです1分2分のね短縮だったら遠回りしてもいいから安全を求めたい、そんな感じの私です。ですね、今月熊の方に来て、なんて言ったらいいのかな、笹栗方面から締町を通って月熊方面に来て、で今福岡空港のね中というか裏を通ってます。もうあと8分で串谷に着きますね。ほんでまあそのじゃあなんで串谷さん行くのって、串谷何の用なのっていう話なんですけど、ちょっとねウィンタージャケットをね試着しに行こうかなと思ってます。ウィンタージャケットお前アロフト持ってたじゃんっていう話なんですけど、あのねアロフトジャケットってもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、あれ性能めちゃくちゃいいんですよね。もう本当に高性能、もうクッシャーの中でもその最高峰って言われてるウィンタージャケットじゃないですか。でそのアロフトフードジャケットを僕持ってるんですけども、これぶっちゃけ言うとオーバースペックなんですよ着れば文句なしなんですけど、着る機会がないこれ本当に、まあもちろんこれからね寒くなるんで、あの冬場はね大活躍する予定ではあるんですけれども、インナーのなんだっけ、あらダウンライクじゃなくて本当の羽の方か、アロフトのインナージャケットは本物の羽使ってるやつですね。でめちゃくちゃあったかいんですよ。で何気にあのインナーも風通さないんですよね。本当にあれ一着で冬場走ってもそんなに寒くないっていう、まあ、首元とかどうしても寒くなっちゃうんですけど、それぐらいすげえあったかいんですよあれ。でそれにプラスアウターを着込むんで、そのアウターの方の耐水性、まあ雨ですよね、耐水性で、それから防風性能、そして中の蒸れ気を出す、透湿性、これがもう抜群のモデルなんでマジで最強なんですけど、あのごめんなさい、僕のバイクスタイルではマジでオーバースペックなんですよ。もうちょっとこうね、あの気軽に着れるよりのやつ欲しいなと思って、でそれをちょっとね今見に行こうとしております。着きました、串谷さんです。じゃあちょっとあの物色してきます。よいしょ、はい、ということでちょっとね物色してきました。とりあえずね、メインの目的のジャケットのね試着はで済ませました。購入検討中でございます。かなり良かったんで、であとこれ買いましたね。僕らあのインナーグローブがハーフだったんですけど、春夏用でね、だけどまあさすがに指先が寒くなってきたんで、この裏起毛のやつですね、これをね買いました。ポイントも貯まってたんでね、安く買えたんで満足ですね。さあこれからどうしようかな、もう2時ぐらいかな、今2時か、これからね鹿児島行こうかなってちょっと思ってたんですけど、鹿児島行くとどれぐらいかかるかな、うわ1時間かかんな、こっから夕方になるな、ちょっと無理かな。はい、じゃあ帰りますということで、じゃあここで動画は締めさせていただこうと思います。はい、ということで今日は、まあ、あのブラブラとしてたら途中で健康器具を見つけたという、ね、動画でした。どういう動画やった話ですけどね、まあそんな感じで、ブラブラしました。いやーこれからね冬に備えないといけないんでね、うち僕もあの電熱装備のね準備もしないといけないんですけど、
はい、そういうことで今日は、クシさんに福岡さんからお別れしたいと思います、ね、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。